月世界旅行、月世界旅行、月世界旅行として、本校で便宜上をまとめて解説するのは、フランスの作家ジューレベルヌが19世紀後半に発表した長編小説の二部作。南北戦争終結後のアメリカ合衆国で、下記の専門家集団、大砲クラブが巨大な大砲を製造し、人間の入った砲弾を月に打ち込もうとする物語である。前編。 地球から月へでは計画の立案、資金の調達、大砲の鋳造、そして砲弾の発射までが描かれる。後編、ガツ世界へ行くでは、主に発射後、砲弾に入った三人の男の体験が軸となっている。いずれも三人称で書かれている。原書の挿絵は、アンリド・モントーが担当した。大砲で宇宙船を打ち上げるという発想は、 目新しい発想ではなく、ベルヌ自身が知っていたかどうかは不明だが、当時、すでにロケットは、現行や南北戦争等、世界各地の戦争で使用されており、これを利用する宇宙旅行の物語は、シラノ・ド・ベルジュラックが表しており、ロケットよりも技術的には後退する大砲を使用して、宇宙船を打ち上げる物語も1865年に、 観光された地球から月へよりも137年前の1728年に、ムルタ・マクダーモットによってトリップ・ツー・ザ・ムーンが観光されていた。これらの作品の続編に、知事化変更計画1889年があり、合わせて大砲クラブものと呼ばれる。南北戦争終結の若干年後、作中では 186X 年と、記述。 かつて軍で火器の開発を担当していた元軍人たちの集団、大砲クラブが、矛先に困る活力と技術力を生かして、月に砲弾を打ち込む計画を立てる。議論の結果、砲弾は地球から観測できる限界のサイズである直径7フィート、2.1メートルの当時最新の素材であったアルミニウム製、中空球体、砲は長さ900フィート、 約270メートルの中鉄製と決めらる。ケンブリッジ天文台の協力も得て、必要な初速や最適な発射時刻、発射地点の条件、緯度も判明した。アメリカ国内に限らず、全世界から寄付金が募られ、それを資金にして、低緯度のフロリダ州単波に、巨大コロンビアード法の建造が行われる。戦争中に、バービケーンと因縁のある、ニコールタイは、 計画を公に冷笑し、計画の失敗に大金をかける。フランス人、アルダンは、大砲クラブに電報を打ち、砲弾を、無人用の球体から友人用の弾丸型に変え、自らをその上院にする、要要請する。アメリカに到着した、彼は、熱狂的に迎えられる。また、バービケーントニコールを和解させて月旅行の仲間にする。技術的、人間的。 全ての問題が解決され、三人の乗った砲弾は予定時刻ちょうどに発射される。空前絶後の火薬量の爆発により空が曇り、砲弾を望遠鏡で追跡するのはしばらく不可能となる。雲が晴れた時地球側が理解したことは、砲弾がわずかに予定の軌道からそれ、月面には到達できずに月の衛星になったという事実であった。しかしその観測と理解は間違いであったことが、 月会へ行く冒頭で説明される。物語はやや時間を遡り、発射の数十分前から始まる。三人が雑談に興じるうちに発射時刻は迫り、バービー敬の提案で全員が退職姿勢を取る、横になる。予定時刻に砲弾は発射され、彼らは衝撃で気を失う。しばらくして目を覚ました彼らは窓の大井を外し、自分たちが 宇宙空間を飛行中であることを確かめる。賭けに負けたニコール隊員は小切手でバービーケーンに支払いをする。はじめ商店体とのニアミスが一度あったことを除けば飛行は順調に進む。不要物の真空宇宙への投機、酸素酔い、地球イコール月の重力均衡地点における無重力状態などのエピソードが語られる。しかし彼らは予定の後半、 自分たちが予定の軌道を外れていることに気づく。原因は地球近傍でニアミスした小天体の重力であった。バービケーンとニコールは砲弾の軌道が放物線になるか双極線になるか激論を戦わすが最終的に彼らが理解したところでは砲弾の落ち着いた軌道は月を周回するダイン軌道であった。近地点では 50km 以内の距離まで月面に 接近した彼らは小型望遠鏡で月面をつぶさに観察し、月が基本的に死の世界であると結論づける。三人は孫衛星に缶詰という自利品の状態を脱するため機微の着陸用逆噴射ロケットを使って軌道を変え、あえて月面に着陸しようと決心する。最適な瞬間にロケットが点火され、砲弾は楕円軌道から抜け出る。 しかし新たな軌道は彼らの意図とは異なり、地球へ帰還する軌道であった。数日後、アメリカの軍艦サスケ花号が、北、太平洋で砲弾の着水を目撃し、その知らせで救助隊が出動する。アメリカに外戦した彼らは、英雄として迎えられた。現代では、本作は、極めて風刺要素の強い小説だと認識されている。 小中万月世界旅行の注釈者、ウォルター・ジェミラーによるとベルネは無数の政治的なメッセージを本作に盛り込んでいる。例えば大砲クラブイン、アメリカ人たちの描写には中華思想とも表現できる思想、光線性が顕著である。月を目指すためのがアジェットとして、科学性、口述をある程度は犠牲にしてまで大砲が選ばれたのも大砲が当時としては、 兵器の代表であり象徴であったことを風刺に生かすためだと分析されている。作中で提示される月まで投射物を到達させるために必要な所速やその際の飛行所要時間など天体力学的な理論面には概ね不備がない。着陸時にロケットを逆噴射する構想などにも先見性が見られる。しかし270メートル程度の距離内で 第二宇宙速度近くまで加速を行う場合、砲弾にかかる加速度の平均値は約2万 G となり、人体は絶対に耐えられない。作中で言及がある退職姿勢や干渉剤もこれほどの大加速度には無意味である。ただし前日の通り、この箇所についてはミスではなく、意図的な交渉無視である。また方針内の空気が一瞬では、 方向から排出されないため砲弾は前方の空気と後方の火薬ガスに挟まれて潰れてしまうという問題がある。それが解決されたとしても大気圏を抜け出る前に砲弾は空力加熱で溶けてしまう。宇宙機の空力加熱については大気圏再突入に詳しい。無重力状態が月イコール地球の重力均衡点ラグラン受点参照でしか実現されないという描写も 正しくない。推進力を発揮せずに、宇宙飛行する、自由落下する砲弾の内部は、常に無重力となる。1883年、明治16年、黒岩類イ,イが、ガツ世界旅行の砲台で本案。以来、ジュール・ベルヌの他の作品同様、数多く翻訳、もしくは本案されている。ただし前編と後編が揃って簡約されることは稀で、ある。また、 後編の翻訳が児童向けも含めて比較的多くの種類があり、継続的に刊行されたのに対し、前編の翻訳は種類が少なく入手不能な時期が長かった。放題は各社で一定していない。古くは1902年にジョルジュ・メリエスが本作をもとにした映画を作っているガツ世界旅行を参照。また、 ポーランドのイエジージュワフスキは1903年の NA スリブラニムグロビー銀球でにおいてベルヌにも言及しつつ砲弾式の宇宙船による月探検を描いている。現代の作品としてはイギリスの SF 作家スティーブン・バクスターによる短編小説コロンビード1996年や2008年の日本製アニメーションロケッツ僕らを月に連れてって新 ガッツ世界旅行がある。前者は本に部作の続編的な作品で火星への飛行が描かれる。後者は本に部作及び80日間世界一周をモチーフとした児童向けの作品であり、サイエンスチャンネルで放映された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。